食事が終わって一人ずつこの後ケツがあるので帰っていきました。今度はこの3人で今から野球をしたいと思います。どうも、二階堂です。はい、坂友さんヤフーニュース載ってたからびっくりしたよね。移住するんだ。あ、そうです。なんで行くの？愛媛ですか。まあちょっと栗をむくバイトをしに愛媛に東京でもあるでしょ。ね、東京にあるの栗むくの。栗むくしないのかな。まあ、30になるんで何か一つ武器を探しにで栗を、まあ、本当のこと言うと、まあ、知り合いの社長がいて愛媛に、うん、それでまあちょっと修行に行くんですけど、修行に栗むきが、まあ、栗むきは本当なんですけどむきにゃん、むき屋になりてこうして坂友は来る日も栗をむき栗を剥き続け、そして一つ武器を手に入れた。これから、はい、野球を楽しみたいと思います、はい、もうホームラン打っちゃいますよ、うん、打っちゃいますよ。いや、もっと野球中学まで、じゃあもうすごいんじゃない。小中すごいね。小中、あ、小中、じゃあもう9年か、6年か、小3からめっちゃやってんじゃん。めっちゃやってんのよ。小3、小4はほとんど行かなかったっす。なんでやる気なかったから。いや、ほんと野球嫌いだった。嫌いだったんだ。親に無理やりやらされて。あ、そのパターンね。で、まあ、小5になってちょっとレギュラーになって、うん、ちょっと やる気が出てきた感じ、うん、あ、そうだったんだ、はい、で、高校は何したの。部活は、ここは将棋部です。将棋部。あ、ねえねえ、実家は将棋屋さんだよね。道場。実家将棋道場やってます。そうだよね。はい。じゃあ親が無理やり合わせるのは将棋の方だったんじゃなくて。将棋はタバコ吸ってるおじいちゃんいたんで、僕喘息でちょっとできなくて。ねえ、ちょっとおじいちゃん、いい加減にしてよね、タバコは。悪いな。あ、似てなかった。なんで。僕やろうとしたけどな。おじいちゃん役やろうとしてるから、うん、そういうことだったんだね、はい、じゃあちょっと野球をしてみたいと思います、はい、行ってきます。すいません、やっぱね、坂友さんといえば坂本勇人選手のモノマネなんで野球ですね。はい、実際野球やってたんですか。野球中学校まではもうやってました。おお。で、まあ、最近はまあ草野球月1ぐらいやって、もう 今ちょっとシャドーピッチングしたんですけど、うん、肩めっちゃ痛いです。大丈夫？もうなまってる。大丈夫？え、ポジションはどこだった？ポジションは。僕でもショートやってました。ショート。いいんですかね？ショート。いいのかな？坂本さん。わかんないで聞いちゃった。わかんない。坂本さんのポジションですよ。え、マジで？そうなんだ。運命じゃん、もう。まあ、一番やってたのはセカンドだけど、うん、ショートもやってたし。あ、じゃあすごいね。すごい。楽しみです。うん、うまいんだろうな。よし、はい、肩やってる。じゃあ肩外れたらマッサージするよ、肩を。お、すごい。それはあ、2ゲーム入ってる。あ、もう2ゲーム入ってんだ。それはあれですか、例の営業でギャラとしてもらったカードですか。営業でギャラの代わりにオスローバッティングセンターの25ゲームカードをもらいました。すごい、でもう2しかないんだ。相当やってるね。スタート。はい。おお、すごい。山なりだけど。山で痛い。すごい。そしてこの位置でどこに当たってるか。7番に当たったのか。7番に当たって。狙うは5番。ここいいか。マジで肩痛い。もう本気で投げれなくなっちゃう。レディーゴー、レディーゴーだっけ。坂本選手が来るとこういう歌が流れる。あれ、グリーンの奇跡じゃなかったグリーンの奇跡だったんだ。あれ、それも流れます。うん、さすが。え、でもすごい、あそこまで届くのがすごくない、うん、当たってるしな。当たってるよね。でも山なりだから、あの山なり、山なりだからなんか入っていかない、中に入っていかないんだよ。2箇所当たったら3、7、
2点でした。2点か。でもすごいね。あそこまで届くんだ。これどうやって買うの？そちら買い方知らない。このカードで券売機で買うんですけど。俺もじゃあ買っていきましょう。マジで痛い。ではではカード買ってきました。これでもう一回みんなで遊びたいと思います。ここに入れて。入れて、はい。黒ってなんだ。黒ってなんだ。これでもバッティング。あ、これ出せる。やっかましてくれたもん。やってくれたな。赤がスタートなら分かったんですけど、黒返却低くなって高くなるって何だろう。多分変化玉がこっちに来る玉が。あ、そういうことか。いくぜ。おお、左利きで投げてますね。で、なんか的がやっぱ難しいんだね。卓球部だった。卓球部関係ない。おお、ちょっとむずくないこれ。すごい目で見てるよ坂友さんが。おお、当たった。これでもう多分恥ずかしくない。1球当たったから。2箇所当たってるね。あ、今ダブ2枚抜きしたんだよ。そんなことあるんだ。真ん中真ん中。おお、いいよ。すごい。もう越されたんですか。越されちゃった。あ、惜しい。あ、なかなか難しいね。お、終わっちゃった。でも投げるタイミングが早いね。3箇所でも当たりました。当たったね。お、いや、むずいな。で、これがなんか出てきたよ。あ、結果ですかね。結果、てるてる。まあ、ワンマンちょっとズルしましたけど。はい、3点。3箇所。おお、え、これ私いけっかな。なんか結構さ、自分で言うのもなんだけど、運動神経は悪くないんだよ。いい方なんだ。あ、だけどちょっとこれ自分はあそこまで届かない気がする。あそこまでまず届かないといけないのもありますし。そうだよね。思いっきり投げると本当にずれますね。だね。ちょっと難しそうだ。半分も飛ばない気がする。あ、じゃあ持ってますね。お願いします。はい、はい、はい、じゃあやりたいと思います。これで空のやつだ。ごめん、間違って坂友さんの方入れちゃった。どうぞ。使え。出したさっき出し方勉強した。出し方勉強したから。じゃあリカさん、はい、やってみましょう。やってみよう。お、右ひょ。とりあえず真ん中に。終わりました。1個も当たらなかった。終わりました。ということで、あれ1個当たってた。1個、そう、当たったんですよ。1個当たったんだ。バンバンで。すごいひどかったよ、私のホーム。滑ったっけ。いや、ホームは良かった。あ、本当。ホーム自体は。ホームは良かった。7番にね。1点だけでした。当たってますね。あ、いや、投げるの女子は難しいですね。そうですね、まず届かないですよね、届かなかった。靴を脱いだところでだったもんね。裸足に、せっかく裸足にあったけど。でもバッティングの方だったらいけるかな。バッティングの方で取り戻しましょう。YouTube に出るんですか、リカッツさん。あ、私この裸足で投げてる姿が。そう、投げてる。あれ、投げたのあの的に当てたらどうなの。それも感じされるけど、それはダメだ。ちょっとやる気なさそうに見えるけど、コントロールめっちゃいいね。モノマネしすぎて、本当にフォームが本当に痛いです。じゃあ次はバッティングに挑戦したいと思います。ランダムでいきます。100、110、120キロ。すごいね、好きなのでちょっとわからないんで。ランダム？だから何キロが来るかわかんない。はあ、へえ、むずいんじゃない。今高さどんくらいなんだろうね。高さも変えられ、高くなる低くなるできる。へえ、あ、すごい、来た。さあ、早っ。早っ。これ何キロ？120とかじゃん。おお、当たってる。うわ、当ててるし、なんか振りが。すげえ。これは本人の真似。今の振り。うおお。なんかスイング終わった後の構えがもう坂本選手だよね。もう野球経験者って。すごっ。おお。めっちゃすごい。すごい。
早い今のなんだ、今のが一番早かったのかな。いや僕らこれランダムやめた方がいいっすね。うん、多分100か向こうの90とかでやった方がいいと思う。当たるな、そうだね、すごい。え、球が速すぎて見えないんだけど。見えてんだ、坂友さんには。でもなんかすげえ男らしく見えてきた。なんか全部揃えてる。白いの、白いの。これはなんかカウントはないんだ。あ、これ多分20球ぐらい当てたから。すごいな。じゃあ、あの小次郎くん左利きなんで私が先やります。ああ、はい、私は遅いローにするわ。100キロでスタート。お、当たった。センター前ヒット、センター前ヒット。あ、うまい。おー、すげえ、飛んだライト前。お、坂本の。本当だ、ガニ股、ガニ股。なんか坂本の構えになって、シーハーハーで鍛えたあのガニ股、ガニ股。坂本の構えになって。シーハー。お、当たりますね。でもちょっと慣れてきてる。高いっすね。高いな。また行く？また行く？あ、そっから行ける？でもこれ、行けそうな気がする。手伸ばして行ける？お、いい感じですね。さっきのやっぱ120と全然違うね、これ。なんかね、草野球も110、さっきの自分が投げた110ぐらいまではザラにいるんだけど、120ってなるとやっぱり格段に。年収でいうと1000万はいるけど2000万がなかなかいないみたいな。あ、分かりやすくね。聞くのと取るの大変だね、これ。聞きながら、あ、取りながら聞くの大変だ。ありがとう。靴履いてたのちょうど良かった。そうそう、これの高さで身長が上がるから。逆に上げた方が良かったのか。いや、どう、でも身長的に低い方がいい。まあ、うん、ね、そうっすね。最後パス。最後。よし、じゃあ小次郎くんの番でやってみましょう。はい、左の方にちょっとじゃあ、うん。面白かった。80キロに挑戦。これで、あ、それ昔やってた、それで。え、それ実際結構打てるのよ。マジで。え、そんなさ、ふざけたことして潰れちゃってどうすんの。潰れたらどうする。やめた方がいいよ。使えなくなっちゃう。でも確かに昔より大きくなってるから潰れるかも。子供の時はやってた。お、いける、狙える。多分山だから結構重い、結構スイングしないと飛んでがないの。あ、重たくなるんだ。あ、いや、うん、重たくなるっていうか、速度が少ない分やっぱ力加えないと。あ、飛びにくい。おー、でも見えるね。ちょっと私の取り方が問題なんですけども、あのここで球が見えますわ。球が見えます。いや、マジで潰れたらシャレになんないよ、大丈夫？もうちょっと低くしないと無理。それかもっと後ろに立つか。お前の股間の位置はそこじゃないだろう。そんな下がってないな。ちょっと立ちが悪いかもしれない。ちょっともうちょっと、もうちょっとちょっと。でもマジでやめた方がいい気がする。昔友達がさ、バイク事故にあってさ、オートバイ乗ってた時に自分のバイクぶつけちゃったタイミングで自分の玉がバイクに張り付いちゃった人がいて、片方玉がなくなっちゃったんで。いた怖っ。しかも苗字が玉虫くんって名前なんだけど、玉梨くんってなっちゃった。
あんまり笑っちゃいけないけど。まあまあ。その直後は笑えないけど、まあ。いや、その人は一生ないから笑えないよね。確かに。どうなんですかね。すげえ。金玉失うのと腕失うのどっちが辛いんだろう。どっちもない。どっちもまあ言え選べないけど。終わった。終わっちゃった。金玉ずっと金玉の話だった。終わった。しかも金すげえなんか意識してる。しかも使いもしない金玉の話ずっとしてる。はい。そう。おお。闇の。闇のカットだね。ああもうビリビリ何回もはだける俺も何回もはだけるハラペットはだけるよねさあここが痛いもう明日筋肉痛ですな筋肉痛あれ当てたい、ね、120じゃあ次は120ではい120のみのみすごいそれでも早いよねかっ飛ばせーさあカートもいよいよ握れ握れ二個すり半だ二個すり半劇場あ、こすってるこすってるチャージチャージこすってチャージバットにゴムでも実際さっきやるから顔の使い方がいや、フォーム綺麗だよね、なんか軽くやってるように見える体重乗せ方がやる気出してやる気出してこっちからだとね球すら見えないおー当たった惜しいコース良かったよねおおでも思いっきり振ってる感じがあるねあそこまで振り切った方がいいんだうおー早い早い今気持ちよかったねでもなんか最後すごい良かった最後おいやでもすごい向こうまでボール届くのがもうすごいよさっきの悔しいなでもねストラックワンビンゴぐらいお疲れ様でしたどうでした2個すり半は2個すり半ぐらいの実力こすった会話ありましたかバットをちゃんと困って水曜日の時と同じ同じ反応だよそうっすねそうっすね坂本さんが言うのよねあそうなんだヒーローインタビューでへえはいそれ真似だったんだはい最後どうぞじゃあガラスの方なんで9早っ何今の早っ今来た球より早かったんだ何球投げたの今これえでも110ぐらいしか出てないですよ、ね、今のすごいね本当に120は出ないんだ早え中学レベルでここまで来るもんなの中学高校もやってた高校はやってないんですけど、まあ、中学までの割にはうまい方ではあるんですよすごいねまあでも全然打てなかった推薦とか来なかったいや僕もう身長低いんでプロになれないなと思った時点で野球やる意味ないなと思ってちょっと冷めてるんでやる気そこで出せなかったプロになれないのになんでこんな努力しなきゃいけないんだよと思って坂本さんのモノマネ芸人としては良かったね似ちゃった運命うんそうなんですそうっすねはい一通り終わりました全部久しぶりにやってみて楽しかったですいやーもうおっさんにはやっぱきついきついねきついもう30僕らもう全員30そう30過ぎなんで、ね、過ぎてますなかなか久しぶりにやって楽しかったですねねもうね、はい、まあ真ん中こうなんで真ん中かいい思い出になりました。愛媛に行っても頑張ってください。はい、ありがとうございます。ずっとテンション低い。テンション低い。カメラを前にする。はやと。あ、本当だ。すげえ。坂
山本隼人って書いてある。本当。え、それサインもらったの？オリジナルの帽子なんですよ。ああ。はい。え、それを買ったんですか？もらったんですか？買いました。さすがです。9,500円ぐらい。500円で。元気高い。6,000円かと思った。数字が逆だった。はい。まあ、どうですか？なんか今日一日。うん。でも締めですか？締めです。締めですか？ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ愛媛に行っても頑張ってね、坂友さん。またね。すいません。たまにはテレビ電話しようね。はい。テレビ電話。おんのみね。おんのみする。あ、ズーム。そう。ズーム飲みしよう。はい。みんなでやりましょうじゃん。やりましょう。ありがとうございます。またね。頑張って。はい。ローラースケート場で服わざわざみんなで交換してさ、本当は3着したくないのに6着あるように見せてるやつ懐かしい。今もあるんですか？あ、今あるよ、もちろん。めっちゃ高かったんですよね。え、5万ぐらいだ。これもなかなかクオリティ高い。それは高いよ。すごいよね、これ。これは普通に面白いと思う。またみんなでこれやりたいよね。でもゴリのことだからあいつもう衣装捨ててるよ。結構捨てるタイプなんですか？あいつ何でもすぐ捨てちゃう、ゴリは。でも逆にすごいけど、自分捨てらんないタイプ。わかる。だってまたやるかもって思うもんね。私まだ一応取っといてるもん、このヘッド。マジこんなのいつ使うんだよって感じでずっと取っといてる。スクリーマーズも取っといてるもん。ファンデーションだらけの。そう、懐かしい。用意しといた写真。これすごい、なかなかクオリティ高いですね。高いよね。この衣装どうした？捨てた？いや、実家にあります。すごいね。捨ててはないですね。角度が違うんだよ、脇毛が見えてる。やっぱ角度がちょっと違ったっすね、今思う。あ、でもそこまで脇毛が気になります。その時気づかなかったわ。どっちでもいいわ。懐かしいね。このジョッシーが陰キャだよね。これあのジミヨッシージョッシーだった時、坂田さん。ジミジョッシー楽でよかったな。楽でよかった。派手よね。脇毛気になんないもんね。なんだ。それはなんか一緒に名古屋の旅行行った時のバスじゃなかったかな。ああ。え、バス一緒でしたっけ？あ、なんか分かんない。名古屋でバス乗った。うん。あといろいろ言ってよね。なんかオーディション行った時もなんかね、懐かしい。懐かしの脱げなくなったスパイダーマンの衣装。懐かしの。そうっすね。これ楽しかったよね、ポンの時。この時一番似てましたよ、ね。うん、似てた。クオリティ高かったんですよ、この時が一番。まあ、二階堂くんが黒にしてくれたのがでかいんですけど。ああ、そうだね。髪の色を。だって金髪になった時、坂友さんも金髪にしてた。よかった。これはね、いい写真ですよ。これだ、一緒に野球見たやつ。懐かしい。そう、今ね、懐かしいホルダー見てるんです。山脇さんもいる。そう、懐かしいね、野球。セーラームーンのウィッグ。そう、あのジャイアンツとセーラームーンがコラボした時があって見に行ってた。中田さんのズラがずれてるのが面白いですよね。これね、確かに、ね、ズラがずれてハゲてもうてるよね。永田さん、なんかちょいちょいあのどっか粗相するんだよね、必ず。結構ウィッグ取れちゃうこと多い。そう、あいつあの仕込みがいつも雑だからだよ。普通ウィッグネットにピンで止めとくのに止めないから。これ何のライブ？これうちらがまだ初期の頃です、ね、初期の頃野球とコラボして。そう、偽りのモンスターニートだっけ名前、ちょっと忘れちゃったけど、なんかそんな、あ、これだ、フライヤー、懐かしい。偽り対モンスターニート。そう、懐かしいね。懐かしいな。この中でもう芸人2人辞めてますか？え、そうなの？ピカルさんと内川さん。内川さん YouTuber になって。あ、そうなんだ。ピカルさんは、まあ、今プログラマーになって。僕はクリムキになって。クリムキ、ムキムキ。これも懐かしい。これ坂戸さん。これいつ？え、これはね、ゴリが下痢で、あの、辞退した時だよ。え、これいつだ？なんか、これどこのジャガーズさんのライブだから。俺がいなかったやつ。後楽園かな。下痢で辞退したんでしたっけ？なんかね、サラリーマンになってストレスで下痢ピーになっちゃって来れなかった。
この時もなかなかクオリティ高い。そうで、ね、この時の TikTok がバズってんので、でもゴリはその時客として来たから。あ、そうだ、お客さんでいたんすね。そうそう、ユニフォーム着てなかったからこの人誰状態になってた。そうだそうだ、サングラスしてる。一番人気あったもんね。そうだね、これ懐かしいね。一番最初に坂友さん初めましてした時の写真だよ。へえ、なんで こっちがちょっと小山選手っていうピッチャーに似てる。へえ、似てて初めましてなのにいきなりユニフォーム持ってたのがびっくりだよね。で、僕常にあの時持ってたんですよ、ユニフォーム。これ着てくださいとか言って、初めましての時だ。これはそれはね、なんかオーディションの代わりに一緒にご飯行った時だね。とんかつ屋さんだな、これ。アレさんも映ってる。アレさん行った時ですね。うん、ほら、懐かしい。お台場っすね。うん、フジテレビか。そう、これはオフィス系だけどね。うん、懐かしいね、ごますってたね。顔でかなんかバズったんだよ、これ。へえ。なんかこ、超ブサイクって書いたんだ。あ、なんかこれ誰かが、一般の子が投稿してくれた方がバズっちゃって、なんかこいつら変なやつらがいるみたいな感じで投稿されてて、山脇さん超絶イケメンなの。山脇さんこの時カツラかぶってたからね。これだってプリクラじゃない方がやっぱ似てますよね。まあね、うん、痩せちゃったね。頬がもう、うん、取りしちゃったのがさ、最近このドラマが始まったの。うちらの方が先取りしてんのよね。ドラマ、うん、つい最近始まったの、うん、B ラブって。すごい、しかも超ブサイクって名前もね、キスマイスーパーブサイクって最近始まったから先取りしちゃったんで、うちらのが。へえ、あ、土佐兄弟さん。そう、土佐兄弟さん、ゆうきさんだよ多分。これうちら初めて公園で練習してる時にたまたまいたの。なんで写真撮ったんだって。ああ、で撮ってくださいって。小栗旬の時だ。なんでこの時でモンスターニートたまたまね、あの出た番組で共演させてもらったことがあって、お久しぶりですの流れで撮った。キスマイ12周年。懐かしいね、これさ。急に坂友さんがイケメンになった時、この時なんか急に男前になったんだよね。なんでなんか知んないけど、男に合ってんだな。男の顔じゃない。ほら、なんかイケメンじゃない、この時急に、うん、ちょっとなんか眉毛がなんか凛々しい。それは多分リカッチさんが描いてくれて、あ、いや、多分この時坂本さんが通ってる美容室に通ってたんですよ、うんうん、すげえ。でカットが9000円とかなんですよ。お兄ちゃんじゃなくてそっちの人にやってもらったか、はいはい、坂友さんのお兄さんが美容師さんなんだけど、まあ、兄貴にはほとんど切ってもらわないんですけど。あ、そうなんだ。千葉に住んでるから。あ、そか、普段は、ね、行くのがめんどくさくて。一回お兄さんにオレンジにさせられてさ、あ、オレンジにした時があったじゃん。びっくりしたよね。したらさ、なんか一応二階堂さんもすんごい色してたからちょっと似てたよね。そこまですんごい色じゃなかった。オレンジにされちゃったやつ、懐かしいね。うん、帽子かぶってたけど、多分これ分かりやすい。安全安全の方法、株価を強くするため、簡単に買うのに少しなよ、買うのに少しなよ。あ、はい、すいません、なかなか、はい、安全安全の方法、安全安全の方法、普通のテーブルは普通のテーブルです。